やむき駅は神奈川県横浜市鶴見区ヤムキ6丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN03、地名から取ったもの。ヤムキには諸説あるが地名研究では古来川口のことを焼こという。線路西側の駅舎側に単式ホーム一面一線の下りホーム、線路を挟んで島式ホーム一面二線の上りホームがある。 上りホームとは、古戦橋で結ばれている。指定駅管理の業務委託駅。自動券売機、多機能券売機、自動改札機設置。緑の窓口は2007年6月22日をもって閉鎖され、翌日から指定席券売機が稼働を開始した。トイレは、改札を入って左側にある。2011年には、ホームと古戦橋を結ぶ東芝のエレベーターが、 設置された。2015年2月15日より、駅遠隔操作システムが導入され、初電から午前6時25分までの間は、駅員が不在となる。不在の時間はインターホンにより、鹿島田駅の係員が対応を行う。留置線があり、夜間退泊などの留置運用が設定されている。このため、早朝や夕方に当駅始発の川崎行き列車が設定されており、 三番線から発車する。また、朝ラッシュ時にて、川崎発の回送列車が留置される際は、一番線からではなく、三番線に侵入する形となっている。以前はここに、矢吹電車区が置かれていたが、中原電車区に移動した。広い留置線は1960年まであった、矢吹電車区の名残である。 2019年度の1日平均乗車人員は19,449人である。JR 南部線内のうち各駅停車のみが止まる駅では最も多い。また2015年度までは快速停車駅の鹿島田駅より多かった。近年の推移は下記の通り。横浜市と川崎市の境にある駅であり、駅前には小ぶりのロータリーがある。 駅南側に接して道路が踏切で交差しており、この道路に沿って商店街がある。最寄り停留所は、矢吹駅前となる。以下の路線が乗り入れ、川崎鶴見臨行バス、横浜市 A バスにより運行されている。駅に隣接する、留置線川崎市幸区と横浜市鶴見区との境界線上に置かれていて、ホームは川崎市と横浜市にまたがるが、 改札口や駅舎が横浜市にある。このため、横浜駅からの経路上にある川崎駅、隣の指定駅とともに JR の特定特市内における横浜市内駅の扱いとなっている。なお、当駅が南部線の横浜市内エリアの北限となる。成瀬美京の映画、メッシュで、広い岡本道代が実家に帰るシーンの下車駅として使われた。 山木駅周辺において横浜市及び、川崎市は連続立体交差を検討している。東日本旅客鉄道南部線快速通過、各駅停車指定駅山木駅、鹿島田駅 JR 東日本の、統計データ JR 東日本の2000年度以降の乗車人員神奈川県県西洋欄。ありがとうございます。